の人が最初にランチャーズというバンドで、このベンチャーズにもらったギターをモズライトっていうんですけど、始めたのが最初ですね。それとブルージーンズとか、そういったバンドもありました。そういった中で彼の映像はああやって、幸せだなとかいうようなことを言っててですね、当時としては別に、そうは見られてなかったと思うんですが、やはりあの人は天才だと思うんですね。本当にいい曲をたくさん作ってて、それも日本人が作れるメロディーじゃないメロディーをこうやって作ってたというふうに思っています。そういった中の一曲です。ベンチャーズもこれを取り上げました。君といつまでというのをやります。ランナーウェイ、回してます。